ビッグバンは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第5シリーズ第13話にして最終話。2010年6月26日に BBC1 で初放送された。本作は6月19日に放送された前編、パンドリカが開くとの2部作であり、脚本はスティーブン・モファット、監督はトビー・ヘインズが担当した。前話の結末から続き、 タイムトラベラーの異星人11代目ドクターは脱出不能の牢獄に囚われ、タイムマシンターディスはタイムトラベラーの考古学者、リバー・ソングを乗せたまま爆発の中心にあり、ドクターのコンパニオンエイミー・ボンドは婚約者、ローリー・ウィリアムズの複製、オートンに射殺されていた。宇宙は崩壊しつつあり、ドクターはタイムトラベルを使って諸問題を解決し、最終的に宇宙を再起動する。 本作はエイミーのキャラクターアークと宇宙の裂け目にまつわるストーリーアークのクライマックスに見えるが、モファットはわずかな物事については説明しないままを選んだ。本作の舞台は主に博物館で、大半のシーンは2010年2月にブラングインホールで撮影された。イギリスでのビッグバンの視聴者数は669万6千人で、アプリシエーションインデックスは 第5シリーズ最高値の89を記録した。批評家からは主に肯定的にレビューされたが、多くは、プロットの複雑な性質や、いくつかの面で意味があるかについて触れていた。本二部作は2011年、9号賞映像部門短編部門を受賞した。筆頭脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは、 第5シリーズのストーリーアークを説明する際にビッグバンを外説した。彼はストーリーを即興で作る余地を残し、かつその結果に満足していると述べ、本作を狂っている、素晴らしいと表現した。彼は本作の現代ザビッグバンがエイミーとローリーが、その夜にターディスで子供を作ったという事実へのドクター風の下ネタであると主張しており、その事実は第6シリーズの ドクターの戦争で後に明かされた。どれほどエイミーがローリーに愛されているかを示し、そして彼女もどれほど彼を愛しているか気づいた究極のロマンチックなジェスターとしてギランはローリーの不審判を表現した。2000年間経ってエイミーを守り続けることは彼女を打ったことへの埋め合わせになるともファットは考えた。彼はエイミーとローリーが結婚することを当初から常に としていたといたう彼は本作の結末について男が空から落ちてきて全てを治すことができると信じていたエイミーがドクターによりどれほど人生が変わったかそして彼女の精神を最初に出会った少女に戻すドクターの成功の物語であると表現したしかし彼が約束を守らずエイミーは彼を嘘つきだと確信して育ったため彼は戻ることができなかった エイミーはドクターに対する元来の信頼を取り戻して、結婚式で立ち上がり、ドクターが実在していて、すぐに姿を現すと予告した。本作は、シリーズの最終回ではあるが、モファットは、リバーソングの正体やダーディスの画面に現れた、サイレンスなど、第6シリーズで明かされる疑問を残した。ビッグバンは、先に放送された第5シリーズの複数の場面が、恋に再度取り上げられた。 本作の冒頭のシーンは、11番目の時間の冒頭を反映する。ドクターが彼自身の人生を遡る際には、彼は当該エピソードでは描かれなかったものの、下宿人に関連する出来事を目撃する。しかし、肉体と石の出来事の間のエイミーと彼との会話は、当該エピソードでも描写されていた。 そのシーンにおけるドクターは極端にカメラに近接した状態で映っており、肉体と石における当時のドクターが嘆きの天使に奪われたツイードのジャケットを着用している。モファットはドクターが定期的に時系列から外れていて、全く異なる種類の因果関係に使用されていることが面白いと感じ、宇宙を崩壊から救うためにドクターがズルをして、 自分のルールを破ろうとすることを信じた。本作で使用されるタイムトラベルは時間の流れは普遍的なものではなく過去、現在、未来はすべて現実であるという仮説と互換性がある。本作にはドクターが冒頭でしたような数多くの時間超約が登場しており、モファットはそれが起こる前に視聴者が物事を理解できるようにすることで複雑化を防ごうと決めた。彼は 冒頭の未来のドクターにトルコ棒とモップ身につけさせて注意を引き、その結果視聴者は後のドクターが出来事と繋がるそれらのアイテムを求めている姿を見ることとなる。モファットはトルコ棒の話を同僚のエグゼクティブプロデューサーであるピアーズ・ウェンガーとベス・ウィリスに持ちかけた。両者はスミスがトルコ棒に愛着を抱きすぎて衣装に加えたがるのではないかと危惧したが、 モファットはトルコ棒を劇中で破壊する予定であることを明かした。スミスがトルコ棒を脱げる数少ない人物の一人だと後にウェンガーは主張した。博物館の主なロケ地として使用されたブラングインホールビッグバンの読み合わせは2010年1月13日にアッパーボードスタジオで行われた。撮影はパンドリカが開くとともに第6制作ブロックで行われた。 ドクターは歴史から存在が消える際に肉体と石と下宿人の時代を訪れておりこれらのシーンは当該エピソードと共に撮影されたビッグバン用に最初に撮影されたシーンは結末のシーンも含めたアーティスのセットで撮られたものであった本作の冒頭でトルコのを着用した未来のドクターがローリーと向き合うシーンは2010年2月5日に ポートタルボットのマーガムカントリーパークで撮影された。ビッグバンは第5シリーズの終わりに近い制作で撮影されたため、他のエピソードと小規模効果の予算は同様であったが、映画的証明で保証された。エンディングでターディスがタイムボルテックス中に姿を表したのは監督トビー・ヘインズのアイディアであった。スウォンジーのブラングインホールが博物館として使用された。ヘインズは、 博物館が巨大で不気味に感じられるようにしたく、また幼少期のエミー役のケイトリンブラックウッドに今を生きるように指導した。冒頭のアメリアのシーンは彼女の高さに合わせて撮影されており、これは人々が異形の念を持って物事を見るスティーブン・スピルバーグの映画にインスパイアされたものである。ヘインズはパンドリカが開くの監督の際にもしたようにブラックウッドが 雰囲気に入り込めるようにその場に適切な音楽を流した。 セットは昼間の典型的な展示物と共に撮影されたが夜ということもあって不気味に見えるよう演出された。展示物にはナイル川のペンギンなど歴史の崩壊の結果として歴史の異常も起こっていた。ブラックウッドは11番目の時間でも7歳のエイミーとして出演したが本作では初めて実際に10枚であるギランとブラックウッドが共演した。 ギランは当初このことを変だと思ったがすぐに慣れたとコメントした。二人のエイミーは共に似た色の服をまとった。コールドオープンの終わりでパンドリカの中にいたことが明かされたエイミーはアメリアに OK キット This is where it gets complicated と述べた。当初の撮影でギランがリアリーコンプリケーテッドと発言したため映像を確認して これでは意味が変わってしまうと感じたもファットは取り直しを指示した。博物館での撮影時間がなくなってしまったためパンドリカを覗き込むショットは全て3週間後にパンドリカの部屋のセットで撮影された。冒頭のシーンはケイトリン・ブラックウッドが演じた若いアメリアの高さで撮影された。ローリーがドクターを外に出してから二人が話すシーンでは ヘインズ自身の操作する石化したダーレックの一体が動き出す予定であった。しかし、このシーンは最終エピソードから削除された。ダーレックに打たれた未来のドクターが博物館の階段を転げ落ちるシーンはスミスのスタント俳優が演じた。ヘインズの望むアングルが手に入るまで彼が3回のスタントを行った。DVD コメンタリーでのヘインズ曰く。 本作のショットはほとんどテイク1で収録された。本作のリバーの衣装は、スターウォーズシリーズのレアオーガナと、ハンソロのどちらにも似るように意図されており、それゆえに彼女は、女性版、ハンソロのように見える。もともと本作には4人が博物館で合流した後に、エイミーが、メルトダウンしてローリーが安全を保障するシーンがあったが、ペースの問題でこのシーンは削除され、 演技に満足していなかったダービルは削除を喜んだ。ギランはシリーズを通して積み上げてきたエイミーの物語のクライマックスが本作であり、あらゆる種類の集中と感情が要求されるため、自身にとって本作が最も難しかったと述べた。ドクターとエイミーの別れは撮影するのに最も感情を揺さぶるシーンだった。とも2011年8月に彼女は主張した。 ドクターが若いアメリアに最後のスピーチをするシーンはスミスとブラックウッドが同じセットで撮影したわけではない。スミスのセリフは寝室のセットで最初に撮影された一方、ベッドの角はブラックウッドの近接映像として撮り直された。撮影の間にブラックウッドは本当に眠りに落ちてしまった。エイミーとローリーの結婚式はミスキンマナーで撮影された。 ギランはドレスを着ることが奇妙に感じられた一方、ダービルはエキストラを誰一人知らなかったため、他人の結婚式を門前払いしているような気分を味わった。ヘインズは結婚式でタービスが登場するというケージを、グラスやシャンデリアの振動や音といった小さな変化で見せて、そこから積み上げていきたいと考えた。モファットはエイミーが、 多くの踊りに満ちた大規模な結婚式を望むと考えた。台本では、ドクターは、ひどいダンサーで酔っ払ったキリンのように踊ったと書かれており、スミスは自分なりの酔っ払いキリンダンスを考え出した。イギリスでは、ビッグバンは BBC1 で2010年6月26日に午後6時5分から7時までの拡大版55分エピソードとして放送された。 おそらく普段よりも早く始まったため、当夜の視聴者数は509万人で、うち BBC1 が464万人、BBCHD のサイマル放送が44万5千人であった。バーブによる最終合計値は669万6千人で、うち BBC1 が611万8千人、BBCHD が57万8千人であった。 アプリシエーションインデックスは89で、第5シリーズ及びその日放送された4大チャンネルの番組で最高値を記録した。ビッグバンは、コッホとドクター、下宿人、パンドリカが開くとともに、リージョン2の DVD とブルーレイディスクで2010年9月6日に発売され、同年11月8日には完全版、第5シリーズ DVD セットとして再発売された。 日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクター,フーニュー・ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。ビッグ版は、批評家から、主に肯定的にレビューされた。SFX のリチャード・エドワーズは本作に5つ、成虫欲しいつつを与え、スティーブンもファットは、先週の外遊の論理的結末のように、感じさせるという、驚くべき異業を成し遂げたと綴った。 彼は世界の終焉というシナリオが非常に一般的であると指摘した一方、これほど喜ばしいくらいに複雑なものはなかった。たとえいくつかプロットに破綻があったとしても、物語がこれほど強い感情の壁を作っている時には、それを心配しすぎるのは難しいと述べた。デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューも本作を肯定的にレビューし、もしシンプルで説明しやすい、ドクター・フーの シーズンフィナーレの超大作を待っていたなら、単にここでそれを得ることはできなかった。そうでなくて、多くの場合非常に困惑するけれど、それでも、最終的には遥かに満足する、とても野心的なものを探していた場合は、ビッグバンは絶対的にうってつけだと述べた。イグニ・マット・ウェールズは本作に10点満点で10点の評価を与え、素晴らしく純真な、まさに魅惑的な冒険だ。 疑いようもない好調でシリーズが完結したと表現した。ザ・エヴィ・クラブのケース・フィップスは本作に B の評価を与え完全には成功でなかった。クライマックスのアクションはやや急ペースすぎるし、エピローグはリラックスしすぎだと表現した。それでも満足のいくレベルを超越していて素晴らしい瞬間に満ちてもいたとした一方、彼は先週の見事な パンドリカが開くの後では、期待外れに感じられると述べた。ザップニートのサム・マクファーソンは、本作の評価を A とし、素晴らしいシーズンの素晴らしい結末、全宇宙を救済するプロットはやや退屈であるものの、キャラクターたちのおかげでエピソードは、史上最高のものになったと述べた。しかし、彼はよりダークな、パンドリカが開くの雰囲気を守って欲しかったと感じ、ビッグバンは、 調子が劣化しているとした。ガーディアン氏のダン・マーティンはフィナール見事だった。私たちの目の前で繰り広げられる現代の古典的なおとぎ話だと綴った。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作を興味深くて楽しめるが期待するような壮観な結末ではないとした。彼は特に自分を犠牲にしてタイムラインを遡るマット・スミスのドクター描写を称賛し、 宇宙崩壊の説明が効果的であると表現した。しかし、彼はプロットが困惑をもたらす可能性があると批判もした。また、本作でドクターが直面する諸問題に対して簡単に解決しすぎているという不満も彼は表明した。フラーは、本作の解決法が因果のループに組み込まれていると綴ったが、ガーディアン氏のマーティンは、 本作が歴史の崩壊の中のいわば台風の目の中にいることを指摘してパラドックスを弁解した。パンドリカが開くとビッグバンは2011年9号賞映像部門短編部門を受賞しドクター風のエピソードでは5回目スティーブン・モファットのエピソードでは4度目の受賞となった。2013年2月にモファットはビッグバンが今までに書いたドクターのエピソードの中で 個人的に気に入っていると述べ、私は、それが見事で、楽しく、面白く、基地に飛んだエピソードであると思う。私は誇りに思ったさと語った。ライブイン・ザ・モーメント。ありがとうございます。